動画をご視聴の皆様こんにちは。福にチャージ YouTube チャンネル案内人の M です。今日私が来ておりますのは福島県広野町にあります J ビレッジなんですけれど、私がここに来たのは今日はサッカーの観戦のためではありません。本日はこちらの方々に集まっていただきました。福にチャリンコ部の後藤です。森田です。天野です。後藤です。小松です。はい、ということですね、こちら5名の方が、集まっていただいておりますが、もう皆様お分かりですね。福にチャリンコ部ということで、皆さん脇に自転車を構えていらっしゃっております。今日ここで行われておりますのがいわき浜街道ライドイベントということで、自転車のレースではなく今日はサイクリングイベントとなっております。私たち福島日産が協賛しております福島復興サイクルロードレースシリーズの最終戦がですね、昨日いわき市で、いわきナイトクリテリウムということで、夜間のレースイベントで最終戦を無事終えることができました。で、本日はですねレースではございません。自転車を好きな皆様で、この広野町から、約40キロのコースをサイクリングして楽しんでいただくという、イベントに来ております。そしてですね皆様ぜひこちらのウェアをご覧いただきたいんですけれど、福にチャージと胸に描かれております私たち福島日産でですね、この度福にチャリンコ部公式ウェアを作成したということで、今日は初めてのお披露目ともなっております。こちらに参加していただいている皆さんですね、皆様覚えていらっしゃるでしょうか。この夏に福島市で行われましたスカイラインヒルクライムに出場された方がほとんどとなっております。その時はですね結果はどうだったのか、ちょっとこの後皆様に聞きながら今日の意気込みちょっとお話を聞きたいなと思います。まあヒルクライム引き続き2回目なんですけども、まあ今日はゆったり走れるということでちょっと楽しんで走りたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ヒルクライムはですね、まあ時間はオーバーしたんですが一応完走しました。まあ今日はですね新しいこのユニフォームをですね皆さんにまあ見ていただくためにですね、最後までしっかり完走して頑張ります。はい、ヒルクライム完走できませんでした。今日はゆるいやつなので完走を目指して頑張ります。お披露目です。はい、ヒルクライムですね、一応時間内に、完走はできました。まあ今日はですね、比較的平坦ということもあるので楽しくですね、走り終えたいなと思っております。よろしくお願いします。そしてこちら小松さん、福島民放社の小松さんなんですけれど、今回特別に福島日産の福にチャリンコ部としてご参加いただいております。よろしくお願いします。完走できればと思っております。皆さんと楽しく自転車乗れればと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はレースではありませんが、でも40キロのコースとなっております。それでは本日皆さん安全にそして楽しんで走ってきてください。国チャリンコ部いくぞ。はい、はい、いいですかね。はい、じゃあお願いします。はい、はい、最高っすね。すごい。海。気持ちいいっすね。すごいいいとこですね。いや、きつくなってきたな。なんか手首を見る余裕がなくなってきた。いや、しんどいよ。まだ出だしで10分の1ぐらいですが、なんとか皆さん塊で走ってますね。やばい、これ海。海。海。これ海。海。これぞ浜街道だよ。浜街道、海、すごいよ、綺麗だ。やばい、海っすよ、海、すげえっすよ。これぞ浜街道。
最高っすよこれ。わあすごい海だ本当に。よいしょ。はい、福にチャリンコ部の皆様お疲れ様でした。無事帰ってきたということで、はい、なんかちょっとお話を聞いたら結構気軽なサイクリングかと思ったらしんどかったという話なんですけれど、では代表でリーダーにお話伺いましょう。サイクリングいかがでした、はい、ゆるいって聞いてて喜んできたんだけども、はい、全然ゆるくなかったですね。くじけそうでした。でも前回のスカイラインヒルクライムの経験、うんうん、生きたんじゃないですか。あの時のリタイアの悔しさはねやっぱりね計り知れなかったんで、今回だけはなんとかクリアす、はい、無事、はい、サイクリングロード完走ということで、ありがとうございます。完走しました。ありがとうございます。そしてですねカメラ担当していただきましたの今回の森田さんの自転車ですけれど、はい、森田さん景色どうでした。いや景色良かったですね。まずスタートしてすぐほど海が見えて、いやちょっと登って下りから海が見えて、はい、あ海綺麗だなと思ったらだんだん今度内陸の方に入り、はい、おかしいなと思ったらだんだん山を登り、はい、ちょっと想定外の、はい、ちょっと山でしたけど、まあ、山も綺麗、非常にまあ景色が最高でしたね、はい、お疲れ様でした。皆様無事40キロ完走ということで、そしてこの今期の福島復興サイクルロードレースシリーズ、まあ、昨日で、終了、今日は、まあ、サイクリングイベントということで、まあ、今年の活動は以上をもって、終了かなと思うんですけれど、でも皆さん来てますからね。今回初披露のこの福にチャージの、ユニフォーム、これで終わりでは寂しいですから、もちろん来年も皆さん参加ですよね。はい、ということで、来年もこの福にチャリンコ部の活動を、レポートしたいと思っておりますのでお楽しみに。それでは皆さん今日一日お疲れ様でした。福島日産福にチャージ。